父ちゃんにキノコ取ってこいって言われたけど、この辺にないかな。あ、あった。どれにしようかな。せっかくだから一番大きいのにしよう。よいしょ。いたた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 た。わ、キノコが喋った。キノコじゃないよ。あ、ごめん、後ろ姿がキノコにそっくりだったから。こんなところで何してるの？家に帰りたいんだけど、道に迷っちゃって。それは大変だ。お家はどこなの？北の山の方なんだけど。そこなら知ってるよ。送っていくよ。え、本当に？ありがとう。腹減った。何か食い物ないか？マイナソー！お、こんなところにキノコがあるじゃないか。いただきまーす。こら、やめろ！これはキノコじゃない！なんだお前は。どこからどう見てもキノコじゃないか。そこをどけ。どかない！この子は食べ物じゃない！いいからそこをどけ。じゃあ！いただきまーす。やめろ！まだ邪魔をするのか。お前なんかに渡すもんか。やあ！弱いくせに無駄なことはするな。お前は俺に勝てないよ。強い弱いなんて関係ない。僕は騎士竜だ。騎士竜は弱い者を助けなきゃいけないって父ちゃんが教えてくれた。だから僕は絶対に引かない。やあ！キャー！ふん、鬱陶しい奴だ。だがこれでもう動けまい。しかし何なんだこいつは。私の息子だよ。うわ、大丈夫か、チビガル。父ちゃん、みんな、なかなか帰ってこないから探しに来たんだ。状況は大体分かった。よく頑張ったな。父ちゃん、みんな、この子を助けてあげて。任せろ、行くぞみんな。おう、キシリオパキガル。私の子供に結構なことをしてくれたな。とう、うわ、今だ、チビガル。今日は本当にありがとう。騎士竜として当然のことをしたまでさ。ちびガルー。何？僕と友達になってくれないかな？もちろんだよ。よかった。ありがとう。じゃあ今度一緒に遊ぼうね。うん。じゃあまた今度ね。またねー。さて、家に帰ろっかな。今日はなんとかなったけど、今の僕の力じゃ守りたいものは守れない。これからもっともっと強くならなきゃ。明日からまた頑張ろう。ん？何か忘れてる気が。あ、キノコ！やばい、急いで取りに行かないと。